に輝く竜城の青葉の嵐や青木によ、矢作の流れまさにによ、伊沢隆この力、岡崎これや我が貴公いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣気合じゃー。いやいや、
この2本は穴開いてたけど、ここ今穴開いた。寒い、寒いですね、急にね、皆様。どちらからお越しですか、今日、こちらの団体さんは。大阪から、あらあら、はるばる、歩いて結構かかりましたか。島で来た。あ、3日ほど、乗ってくれてありがとうございます。ということで、わしらね、あの岡崎の青い武将隊といいまして、こちらで土曜日、日曜日ね、こういったパフォーマンスやらせていただいて、金曜日は、ちょっと早くね、この時間からこちらでやらさせていただいておりますので、またね、ぜひ皆さん来ていただきまして、本当は全部9名いますので、9名の中から今日は特別に4人が、他は誰とか知りませんけど、今日はこの4人で、今日はたまたまこの数字頑張っておりますね。またぜひ皆さん、多い人数のもまた圧巻ですから、ぜひ見に来てください。そうですね、はい、ということでポーズやりましょうかね、一緒になんか。お、あのポーズやります。決めポーズありますので、ぜひご参加ください。あ、わしがね、泣くまで待とうとしたら、皆さんホトトギス、ホトトギス言いましょうか。泣かるなら泣くまで待とう、ホトトギス。泣くまで待とう、ホトトギス。泣くまで待とう、ホトトギス。ありがとうございます。ということで、ね、これ皆さん今日ぜひツイッターからもですね、ありがとうございます。あの大阪の方でもこれ広がるようにぜひね、お願いします。よろしくお願いします。豊臣とは徳永関係ないから、今ね、徳永と豊臣関係ないから、これはぜひ広げてください。ということで、お、どうぞ。あ、はい、では早速じゃが、まあ知らん方もたくさんおるかもしれませんが、お、つい最近わしの娘ひな姫と、はい、なんと武将生をやりました。はい、簡単に、説明をいたしますと、今現在インターネットという文化が非常に発展しておりますが、我々武将もインターネットを使わなければ、現世では生きていけるということで、我々必死に勉強いたしまして、つい先日、インターネット放送というのを始めまして、そちらの名前が武将生と、武将の生放送ということで、頑張っておりますので、武将生で検索していただければ多分引っかかると思いますので、インターネット分かる方はぜひ検索をしていただいて、なお今流行りのツイッターとかね、ブログも我々きちんと頑張って毎日更新をしておりますので、すごいでしょう。400年前から蘇ってきたのにさ、急になんかよくわからん機械出されてこれやりなさいって言われてさ、わかんないよね。でも頑張っておりますので、ぜひ皆様、県外からでも我々のことを見ることができますので、ぜひお家に帰ってもね、武将のこと、我々青い武将隊のことを応援していただければなと思っております。うん、はい、父上。まあ、首相の、まあ、インターネットでこうテレビみたいなものが見れるっていうことですな。そうじゃの、まあ、しかしじゃ、まあ、ちょっとの、まあ、こちらの都合でも申し訳ないんじゃない、ちょっとカメラの機能がちょっと悪く、わしらが動くとの、どうしても画像がグレーそう、さっきまでここに顔があったのに、次見たら顔だけこっちでやってるするから、そんなことが起こるでの、まあ、ちょっとの映像の方はのわしらが絵を描いて、それをちょっと映させていただいておるんじゃが、まあ、声だけはわしらちゃんと届けておりまするので、今はいつやっとるかね。今次の放送不定期で決まってないの。本番的にやってるわけやな。だから皆様がやってって言ったらやるから、やっぱ本番はやっぱ定期的に、ね、できるように。そうじゃね、週1ぐらいはね、やりたいね。まあ、それもブログ、ツイッターなどでどんどん更新していくということですか。はい、ぜひ皆様遊びに来てください。あ、はい、まあ、あとはそうじゃ、なんかこうした方がいいよとか、なんかアドバイスとかぜひ頼みましょう。お願いいたします。ご意見ご要望は明日の方までと、はい、いうことですか。うん、お願いします。うん、では、ちょっとインターネットはちょっと難しい方々がいっぱいおったかもしれませんけど、そうですね、お孫さんなどに聞いていただいて、やってみてください。だから大丈夫じゃん、わしらでも頑張ってるで。じゃあ電報って電報。電報それもいいかもしれません。頑張ってね。届くからね、家康か電報だと。お孫さんと鳩飛ばすか、鳩飛ばすかどっちか。どっか行っちゃうね、今貼った。というわけで、はい、各地から集まっていただいたというか、はい、では関西圏の皆様も東海圏の皆様も隔てなく踊れるこのお時間に参りましょうかね。違うか。じゃあちょっとここからの時間は皆様ちょっと寒いですが、ちょっと暖かくなるようなね、激しいものをお見せいたしますので、では父上どうぞ。これがわし一番緊張するというか、約1年間この歌を歌い続けてきました。これも皆様の、ここにたくさんおられる皆様のおかげでございます。では参ります。ゴールド A4
はい、岡崎平次です。出陣。あちらにおるマポたちに、なんか視線を取られとったが完全に視線奪われたから。いやいや、わしらもまだまだじゃの。そうじゃの。まあでも、今からはみんなで参加できるあの踊りを行きまするゆえ、ご参加の方ぜひぜひどうぞ前の方へ出てきてくだされ。さあ皆様で楽しむ感じ。